ここは仙台の外れにある小さな動物園。この動物園は現在存亡の危機に瀕していた。しかし腹が減っては戦はできぬと、マユシーとミニャミはご飯作りに勤しむのであった。皆さんこんにちは、ワグズー。あー、ワグズー。ワグズー3分クッキングのお時間です。私マユシーがお届けします。アシスタントは私松田と、うん、メニャでおなじみミニャミでお送りします。マユシー先生、今日はどんなメニューを？今日はハンバーグを作ります。ハンバーグいいですね、基本ですね。ちなみに付け合わせはずんだのソテーです。ではまず、ずんだといえばこれ。新鮮な枝豆ですね。はい、まずハンバーグからじゃないんですか？あれ、ひき肉どこ行った？ずんだはなんといっても仙台の名物ですから。いや、わかりますけど、それは付け合わせでしょ。ハンバーグ、あれおかしいな、肉どこだ肉。それは後でいいですから。いや、そういうわけには。あ、ちょっと今舌打ちした？え、したよね。え、こっち見てね、どこ見てんの。え、ダメでしょ、アイドルが舌打ちしちゃ。肉肉うるさいからですよ。動物性タンパク質だけでなく植物性タンパク質だって大事なんです。うめえにゃ。ああ、そりゃそうだけど。というわけで、まずは枝豆を沸騰したお湯で茹でます。その時鍋に塩一つかみ入れてください。松田さん、お願いします。はいはい、茹で上がったものがこちらになりますね。って、あれない。うめえうめえにゃ。あ、君も舌打ち。いや、肉じゃないのが不満なら食べないでよ。食べてしまったものはしょうがないので、メニューはハンバーグオンリーにしたいと思います。あ、もうまあいいですけどね、なんでも。ではメインのハンバーグ作りに入ります。ここでお肉を用意します。よいしょ。あれ、お肉は鮮度が命。今回は素材の良さを生かして生ハンバーグにしたいと思います。こちらがひき肉状になったものです。ここに塩コショウを少々、玉ねぎとニンニクのみじん切り、つなぎにパン粉を大さじ4、牛乳を大さじ3、隠し味でオイスターソースなどを入れてもいいかもしれません。そして粘り気が出るまでこねます。ミニャミ、お願い。うめにゃ。次に手のひらで丸めた後、平べったく形を整えます。最後、空気を抜くのを忘れないように。以上で新鮮な生肉ハンバーグ完成です。お好みでソースなどをかけてお召し上がりください。うめえ。